なんとの街は泣いている。あの時もこんな雨の朝だった。それは遠い昔の出来事。夜明けも待たずに旅に出たのは、悲しい知らせを受け取ったから。マダム、急いでください。彼に希望はありません。最後にあなたに会いたがっています。夢を求めて、自由を求めて、人を愛して旅を続けた。どれほど私は待ち続けたことか。この愛しいさすらいの男、私は思い出す。あの25番地を、そして廊下の奥のあの部屋を。中に入ると暖炉のそばで四人の男が佇んでいた。冷たい光が彼を取り巻き、遅すぎたことを私は悟った。彼は死んでいた。彼の瞳に私の姿は映りはしない。あの時もこんな闇の夜だった。それが彼の最後の旅だった。長く暗い夜を私に残して、さよならもジュテームも何も言わずに、海に続く道のバラの花に抱かれて、彼は静かに眠りについた。私の父よ、父よ、雨が降る。